はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ストレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、皆さん名誉結果派に演出が追加されたのご存知でしょうか。このカードね、なんか深淵のおっさんがこうビーム放ってる、このねビームがね、あのカード発動した時にね撃たれるようになったんですよ。はい、これをね、見たくて今日ね演出のみデッキを作ってきました。演出のみデッキバージョン 3.0 です。このデッキのコンセプトはどういうコンセプトかと言いますと、デッキの中のカードすべてに演出があります。はい。まあ、召喚カットインは、言わずもがななんですけども、召喚カットイン以外にも、例えば魔法トラップカード、サンダーボルト打った時になんか全部発するエフェクトが入るとか、あと、死者蘇生、羽暴起も同じような感じですね。とか、名誉結果編もさっき言った通り。こう、すべてのカードに演出が、ある。そういうね、カードのみで、構成されたデッキとなっております。シナジーもクソもありません。演出があるカードを、ピックアップして強そうなやつ入れただけなんで、特にシナジーもクソもないんですが、これでね、なんとか演出を、お相手の方に見ていただいて、遊戯を楽しんでいただこうかなと、はい、思っております。早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。コナミくん、ちょっとさ、一個だけお願いあるんだけどさ、その、すごい、たくさんかっこいい演出作ってくれてんのはめっちゃありがたいから、増殖する G にご演出作ってくんねえかな。カサカサカサみたいな、ゴキブリカサカサみたいな演出作ってくんねえかな。ちょっと演出のみデッキがねアドバンテージ稼ぐからなさすぎて、ちょっと増 G あたりになるとちょっときついわ多分これ。さすがになんかもうそのパワーカード、一応汎用カードではあるけどパワーカードはあんまないから、ジャンクコンバーター、これはあれですか、あ、やべ、完全にミスった。うわー、あやめ出したのに今ミスった。普通に逃げるこうしちゃった。ジャンクスピーダー、いやでもここでエフェクトベーラー打てば問題はない。エフェクトベーラー発動は、ちょマジでマジでちょっと本当にミスった。うーわ最悪。増殖する時に演出くれっていう話してたら、普通にちょっとあやめを完全に見逃しましたね。めっちゃビッグリックってクリックしてたわ。やっちまった。いやでも冥王結界派あるから意外といけんじゃねえかこれ。冥王の結界派が結構活躍してこれそうな雰囲気あるけどな。とりあえず盤面がいかれてるっていうことわかる。相手も結構演出好きなタイプの人間かな。なんかすごい演出見せられてんだけど、もう3体くらい演出見せられてんだけど大丈夫俺これ。演出のみパワーでも負ける感じ。いやこれ冥王結界派打ったらなんとかなりますかね。師匠来た。おい立てる付き合いできてないぞお前。おい立てる付き合いできてないぞ。立てる付き合いできてないぞ。えこれさとりあえず冥王結界派打つしかないね。結界派打てば一応全部黙るか。一応発動冥王結界派。うわーペーかっけー。新元素ちょっとかっこいいね。で、もう効果無効になってるので、あやめの双剣士は一応出せる。いや、これさっき出しとけよかったぜ、あれな、マジで。で、あやめの双剣士ちゃん出していく。これは多分、あれですよね。効果一応発動できるけど、無効になってるみたいなことでしょ。で、首相のジャックナイツ出していく。はい。はい。かっこいいね。かっこいい、いいよ。立てるつけやを怠ったものの末路だな、これ。レベル8のモンスターに対してオーバーレンタル構築。エクシーズ召喚。あらあらの、タイタニックギャラクシー。ギャラクシーモンスターの上に重ねれるやつなんかいねえかなと思って探したんだけど、ちょっと演出あれでいなかったわ。いけタイタニックギャラクシーで相手のスタラスドラゴンを爆破。そして、メインフェーズ終了したい。バトルフェーズ終了したい。バトル終了。ミンズ、ゼウス。これしかねえ。もうこれしかねえんだ。いけーメガロギア、アーゼウス。え、これさ、俺冷静に考えたんだけどさ、あれさ、コストで除外してさ、発動だけはできます？もしかして。ジャンク系のデッキの、エースモンスターの知って。もしかしてですけど。
や、これさ、コズミックブレイザーとかってさ、エンドフェイズまで除外したそうだよね、これね。これってもしかして意味ない？アーゼウス君のなんか効果、普通にこれ無力化されるやつ。もしかしてこれ冥王結界さ、あ、え、でも、え、え、あれ、シューティングセイバー、なんかシューティングセイバースタードラゴンの効果使ってるぞ相手。え、これコズミックブレイザーの効果多分これ使ったらこれ除外されてなんかなんかリセットされそうな気するけどな。ちょ、なんか わかんねえけどなんか全部いったわ。なんか相手シューティングセイバースターの効果使ってるぞ。コズミックブレイザーとかなんかあいつらって全部除外してるよな確か、コストで。なんか名誉結果やって、そうですね、効果無効ですもんね。え、なんかわからんけどまくったわ。なんかわからんけどまくりました。はい、理由わかりません。理由わかりませんが勝てそうです。なんだこのクソみたいなデュエル。ちょっと待って、まだ、あ、とりあえずゼウス攻撃表示に変更、このターンでは勝ってるかわからないんですけど、あーあー、いけるね、いけるね、ギャンブル成功した、ギャンブル成功している、これいいぞ。でワンドロー入ってネッシー効果でビッグフット持ってこれるから、いや、いける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 、よし、いける、いけ、フルドレス姉さん、特殊召喚、かっこいい、バトル、来た、ついに、苦節何戦か分かんねえけど、ついに勝利を手にした男、対戦、ありがとうございました。このデッキ、マジで弱え。まあね、これだけちなみに先行やること何もないんで、まあ高校でまくっていくしか能がないんですけど、ユナギアのギャクとネイロイだと、お前それ最強モンスターじゃねえか。やべえ。ユナギアを久しぶりに当たったな。あ、いいですね、ネイロイ。ネイロイから動かれると本当に世界が終わりそうな展開力ありますけどね、このデッキ。大丈夫かな。普通強そうだな、盤面。普通強そうだけど。普通強そうなんだけど。これモンスター効果無効、ま、でも魔法トラップカード無効ねえな、これ。モンスター効果無効とか、モンスター効果無効が飛ばされまくるだけだよね、これで。あんま、じゃあ、え、マジでこれ本当、え、これサンダーボルトどうすんだ、あの子。よくわからんけど、サンダーボルトは大丈夫か、ケアできているか、ま、とりあえずパンクラトップス出すか、とりあえずパンクラトップス出して、はい、あ、え、あ、なんか、え、なんか打点下がってるんだけど、なんかそんな効果あるんだっけこれで、こうして。あ、いや、これあれか、サンダーボルトセットしてからよかったか、ちょっとミスったらまあいいや。はい、でパリーンってなって全部破壊される。でモンスター効果無効とか関係ないから全部いった。でこれが、あ、これが打点ダウンしてるの、なるほどね。セットして、ジャックナイツ出します。はい、いや、これマジでサンダーボルトセットしてから出せよかったな、ちょっとミスったわ。で早急のジャックナイツの効果を発動。いや、あいつ、相手縦列ケアしてきてんの偉くね、意識して縦列ケアしてんのかな、このご時世縦列全然ケア、あー裏か、このご時世全然縦列ケアされないんだよね。あー、だいたい特殊召喚できるんだけど、ちょ、ビッグフット、ビッグフットの場合はちょっと表側のカード割れるの確定になっちゃうんですけど、まあ、一応表側割れるから行くか、フィールド魔法割っとこ、あの時フィールド魔法割ってあんの嫌だな多分。ネイロイが引けなければ、いや、大体のユナギオモンスターはフィールド魔法なければ何もできないと言われている。よし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 。でバトルフェイズだ。さあ、ゴミ打点のモンスターで、ドルイドブルーム、キモ、やばい、トップ勝負みたいになってきた。やば、トップ勝負みたいになってきたじゃん。いや、これで行くしかないのか、ダメ捨て使えないもんな、パンクラトップス。
パンクラダメして使えない、ドルイドブルームはダメして使えるよな。いやー、ダメージステップでパンクラしられるのいて妨害なくなります。いきまーすアムロいきまーす。ダメージステップ、ドルイドブルームがフィールドから墓地を置かれた場合の効果、特殊化されたモンスターは墓地を送る。ふざけんなくそ、こっからはトップ勝負です。お互いにメイロに引かれたら多分負けます。さあかかってこい、ユウマキオデッキごときがよ。勝てると思ってんのか。俺はちなみに勝てると思ってなかったぞ。ドロー、うらら、なるほど。これ8シンクロ、8シンクロいけるな。うらら召喚だなうらら召喚ってなんだよみたいなとこあるよね。あ、増字決め、なるほど。いや、墓穴は入ってないんですよね。どうしよっかな。まあ、とりあえずバトルします。もうカオスルーラーはまあ出すか。一応ちょっと1枚アドバンテージくらいまではあった許すわ。1アド、1アドっていうかまあ1試行感か。これでカオスルーラー特殊召喚で効果発動する。はい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 、エフェクトベーラー割とありだな。エフェクトベーラーありだな。エフェクトベーラー結構ありじゃね。まあ別に師匠でもいいんだけど。いや、これ師匠を出しても増字でドローされるだけだから、これエフェクトベーラー握っといて相手の動き止めときゃいいでしょこれの方がきついだろ相手。よし、さあ、バトル、何このデュエル何この地獄みたいなデュエル。絶望的にデッキが回らねえあ、てかこれティアドロップ、これ植物族素材にしちゃって意味ねえよこれ。やべ、なんか意味わかんねえもん、そうしちゃった。やべ、ちょっと待って、ティアドロップ、あ、俺のティアドロップちゃんが演出が見たいだけで出したけど、ちょっと相手ターンに棒があったよこれ。やべ、いや、これエフェクトベーラー投げた方がよくね。ちょっとあの後続確保されるのうざいからこれいいや、これ投げようこれ。でどうせあのステーカーと大したことない、で多分あれトップも大したことないから、これいけるな、これいったわ、これいける。ようやくようやくこの地獄みたいなデュエルにあのピリオドが打てそうですよ。さあ、マグナムルト効果で次のターンのベインステッドを、サーチすることができない。いける、いけるぞ。あと2戦しかない。次ティアードロップちゃんで相手のモンスターリリースしたらいけるだろ。ドロー、お前どんだけんだお前、そんなにないんだよ。ティアードロップの効果発動、オーバーレイミットを一つ使い、相手のマグラムートをリリース、そして打点がアップ、よし。そしてカオスルーラーの効果発動、光と闇属性をゲームから除外し自身を特殊召喚。なんだこのチェーン、いける、オーケー。もうそろそろこの地獄みたいなデュエルを終わらせよう。決着の時は来た。バトルメイツ頼む、もう死んでくれよし、ダメだ、このデッキ地獄すぎる。クリカラちゃん来てんのか。このサンダーボルト無効にさせてクリカラ出してみたいな動き一応できるぞ。ヘビーフォワード、ああ、なるほど、無限起動か、いいですね。ブルータルどうぞ、いいですね。いやー、これ盤面結構強えな、これ硬えな。スペデロドやべえなこれ。うわー、バカつらそう。なんとかしてサンダーボルトを打たざるを得ないか。あ、でマシンナーズフォートレスもある。いや硬くね、盤面硬すぎ、わろた。これなんとかなんねえかな、これフルルドリス、フルルドリス、うわー、さっき出しときゃよかった。じゃあとりあえず師匠のジャックナイツ、サテレツケアはできないので、相手、師匠のジャックナイツは出る。サテレツケアとか、このこっちってしねえもんな。一旦これ、フルルドリス出しに行ってみる。これ、通んないと意外とやばいですけどね。まあ、でも、通んなかったら通んなかったら、サンダーボルト取るか。で、こうして、フルルドリス、爆誕させる。で、いやもうこれディンギルスしかなくね、これ
もうリンギルスしかないですね。リンギルス特殊召喚しましょう。でリンギルス一応破壊耐性あるんで、まあスペリエロドラの素材でデリックレン切られても一応破壊耐性で守れるから、まあとりあえず一旦ね、一旦何かを選んで墓地に送りたいんだけど、何かある？まあこれは多分レギュラースかなんかで無効にしてくるのかな。まあそれか、うん、まあでもレギュラースくらい使うもんねえか。はいはいはい、いいですよ。でレギュラーストックいった、オッケー、レギュラーストックいった。でバトルフェーズ入ります。アンガーナックルぶん殴る。フォートレスはね絶対殴っちゃいけないっておばあちゃんが言ってました。で、あ、カーネル出てくる。そう、カーネルいんのか、なるほど、強いな。あんま関係ないか。カーネル特殊召喚、はいどうぞ。で、メインツ入る。ゼウス、パイセン出すでしょ？パイセン出す。パイセン出す。まあ撃つよね、まあ撃つよね、まあ撃つよねといったところで、まあこれはあ、はいはいはい、スペロルドラ効果、オーバーレイント一つ使って効果受けないよっていう効果、オッケー、効果使ってくれた、効果を使っていただけた、効果を使っていただけたので、これ全部墓地送られる。で緊急ダイヤ、何これ、歴化家族レベル10は強い、オッケー、いいだろう。いや、返してるぞ。意外と返している。で、相手のスペリオドーラリリースして、一応盤面は掃除できましたけどね、これ。相手効果受けないんで、このターン。なので、召喚条件でなんとかして、処理しかないので、クリカラ天道の、効果が発動して相手のリリースして自身を特殊召喚するという最強の効果。かわいい。で、エンドフェーズ入るしかないか、これ。やることないもんな。これ何蘇生したいのこれ。ちょ、わかんねえ。カーネル特殊召喚しようか、とりあえずカーネル特殊召喚しておく。オッケー。よし、かかってこい。よっしゃ、かかってきやがれ。一応返したぞ。いや、一応返したけど、あのデッキってリソース能力すごいので、ちょっとやばそうではありますね。そうか、実キルサーチと。いや、これなんとかなんないっすかね、これ。この盤面何の妨害もないんですけど、これ3300と3000のモンスター一応縦でいるの怖えな。うわ、春化粧とかいうやばいカード発動された。終わったかもしれない。ナエカスの効果起動されて、墓地から地属性特殊召喚ロックアンか、やばいね。やばいね。あ、やばいね。あ、やばいね。うん。やばそうだね。これ、レベル10、2体並んだ瞬間、俺、世界終わるけど、これ大丈夫かな、これ。いや、これ、レベル10、2体並べさせるのだけ、ほんとやめてくんない？ちょ、やめて。やめようぜ。いや、やめようよ。俺結構頑張ったよ。あっ、うん、知ってた。誰かこのデッキ救ってくんねえか。